この場を借りて言わせてもらうんですけどね、うん、こいつの嫌いなとこ1個だけあるんすよ。え、うん、俺お前の好きなとこ100個あるよ。それはそれで気持ち悪いよお前、うんうん、いやお前な、うん、知ったかぶりするとこあるやんか、うん、あれ直した方がええで。いやせえへんよ。いやもうするやんかお前。せえへんって。ほなな、うん、お前のアサイーボール知ってるか。あ知ってるで、うん、あの海苔弁の海苔とご飯の間に入ってるやつやんな。好き好き。それおかかやんお前。いや俺が言ったのはハワイ発祥のデザートやから。やっぱお前知ったかぶりしてんなお前。いやいや果たしてお前の持ってる知識だけが正しいんでしょうか。え、いやそうとは限らん。何言うてんのお前。いやハワイではデザートかもしらんけど、俺の地元では海苔弁の海苔とご飯の間に入ってるやつって場合もあるからね。みんなそれぞれのアサイーボールがあんねん。めちゃくちゃ言うてるやんお前。いやお前正したかぶりしてるだけやんけお前。知ったかぶりちゃうよ。あほなお前な、双子コーデ知ってるかお前。あれ寝つきよくなるよな、うん、ほなお前ミネストローネは。あ見たで。あれ最後ミネストローネさんが仲良なんねんな。ほなお前ビッグバンはご飯に合うよな。全部ちゃうわお前。お前やっぱ知ったかぶりしてるやんけお前。してるけどあかん。うわあかんよ。俺知ったかぶりしてる。第一正解。俺間違えてる。でも言われてやめたらめっちゃダサいやん。いやもうダサいから。大事。え、俺知ったかぶりしてる。あ、分かってるよ。正直無理があると思ってる。アサイーボールが海苔弁の海苔とご飯の間のやつって。どういうこと。お前が言うたやないかい。もうええからもっと聞いてきて。どんどん答えるから。いやでもお前知ったかぶりすんねやろ。するよ。すんねやろお前。でも聞いて。ほなこれは銀玉はドラゴンアッシュの木金担当やろ。いや違うわお前。分かってる。何やねん。どんどん来て。どんどん知ったかぶりしてみせる。誰も求めてないねんお前。大地さん、え、もっと知ったかぶりさせてくださいよ。なんでお尻触ってんのお前。もっとちょうだい。ほなこれはティファールはめったに取れへん深海魚。かすってもないわ。分かってる。何やねんお前。てかもう当てる気ない。はもっとちょうだい。ほなこれはロコモコは見て。あ、あロコモコ飛んでるわ。お飛ぶかお前。分かってる。なんだお前。てか、うん、ロコモコは知ってた。いやほな言えや。でも、うん、我が道を貫くためなんです。いやそんなんいらんわよ。ほな、ほなこれは岩下大臣はこれだったばかりやろ。岩下大臣、チョコか相方やんお前。もうええわ。ありがとう。